どうもです。つくもやよ。1月28日今日は初不動の縁日やね。今年最初の不動明王の縁日や。不動明王言うのは悪を断ち切り正しい道へ導いてくれる仏さんなんよ。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、奇跡なしの法事なんかは吉とも言われとる。十巻は木のと、草鶴を表す影の木、土から芽を出したが伸び悩んどる状態を示しとる。十二支は牛、影の土、寒気が終わって春を待つ状態を示しとるんや。ほんでこの十巻と十二支の組み合わせをおよ五行で読むと、木刻と、木の根が土を締め付ける、土から養分を吸い取って痩せさせるいうことで増刻、物事があまりうまくいかへんいうけや。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。